東京都六本木来て、六本木クラスのロケ地巡りな、第7話で出てくる2代目宮部屋の2軒目のお店があったお店がここですね。ちょうどここでね、あの看板書いてるアングルがここですからね。はい、ではここ黒いですね。はい、ちょうどここでね、宮部っていうのをやってますからね。ここですね。はい、ここでね、みんな固まってこのアングルも出てきますからね。そして実際店やってるみたいですね、ランチタイムとか今ここにありますね、ランチメニュー。田くんがね、看板付け替えていた店、お店ここですね、ちょうど。はい、ちょうどね、ここでね、この店の看板をね、こう付け替えてますからね、ここですね。はい、あそこにね、2人が立ってますからね。でね、どうしたのこんなところで、奇遇じゃんみたいなね、アングル的にちょうどここに2人立ってますね。はい、まあ、この2人のね、絡みも結構ね、面白いですよね。はい、ですね、この辺りですね、みくちゃんがね、二条を見てるとね、おばさんこれ見てって言ってね、ですね、このアングル、あそこにね、虹がかかってるとね、まあドラマと同じだとちょうどこの感じでしょうか、ね、稲森泉さんが歩いてた場所がちょうどここかな。はい、ですね。はい、ここからね、泉さんが歩いてきますね。ここに見えるとね、くちゃんと、みくちゃんと尾形直人が抱き合ったのが見事、ズバリここですね。はい、ダメだよみたいな ね、ここで、で隠し撮りされてた場所でカメラマンがいた場所がどうでしょう、ここのから撮ってみると、うん、どうでしょう、ここですかね。ここからね、ちょうど隠し撮られてますね。はい、そして逃げたのがこっちか、これを尾形直人が追いかけるとね、あ、ここですね、アングルになるとここですからね。はい、あ、まさしくここですね。こうバーッと走って追いかけて、ちょうどこの白と、茶色のこの隙間の間のこの辺ですよね、まさしくここですね。そしてこうやって見てると、ここから、新たたちがやってくるとね、またね、お父さん強いね、警察官だからねみたいな話をしてたのが、ちょうど龍河から逃げてきて走って登ってきた階段っていうのがここですね。はい、この焼き鳥のね、この提灯もね、一緒ですからね、ちょうどここですね、ちょうどここですね。ここでね、龍河と葵がいるところここですね。で、葵がここに倒れてるとね、龍のアングルここですかね、ちょうどここですかね、ここ、ここはどこだと思ってんの、ここで騒ぐと大騒ぎよみたいなね。で、あと誰も来ない、あれ誰も無視してるみたいなね、このアングルがここですね。はい、ここに来て新たが助けに来て3人が倒れてるのはここですね。はい、大丈夫か葵って、その後、なんだお前この野郎って、やんのかこの野郎みたいなね、この辺がこのアングルで龍河くん逃げてますからね。で、ここで捕まるとね、警察ね、電信柱があって、ちょうどこのちょっと手前の方、この辺ですかね、この辺で2人が立って抱きしめてるとね。はい、そんなわけですね。東京のね、お台場に来ております。龍河くんが車に乗ってね、待って、龍河くんが降りたのはここですね、ズバリ。はい、一緒ですね、ここですかね、車を降りて龍河くんがね走り出すところ、まさしくここですね。そっからね、ちょっとね、あの森の中から出てくるシーンがおそらくこの辺りから出てくるのかな、龍河くん心あたりからね走ってきてね、それでここの前あたりでこう通行人とぶつかるっていうね、多分ここだと思いますね。アイアングルで走ってる姿はというとここですね。この辺で立ち上がってすごい顔で追いかけていくみたいなね、ここをずっと行くわけですよね。はい、はい、
やってまいりました。ここ長屋ビルですね。はい、まさしくこの湾曲状態、まさしく長屋ビルでございます。てると思うんですけどね。でね、向こうの方から、会長の車が入ってくるっていうのはここなんですね。はい、龍河くんがいたのはここですね。ちょうどねこの赤い柱があって、ここで龍河くんがいますね。でここでわーって人がいっぱい、ここがやりましたって言ってね、言ってるのが、まさしくここなんですよね。はい、はい、長屋の、ね、中来ましたですね。この景色ちょうど映ってますね。はい、ここら辺もこう撮れてますからね。こんな感じですかね。でこの入り口もちょうどこう、あれですね、新たにいますね、ここに立ってるね。はいはい、はい、今ねここのね長屋ビルの中をちょっと撮影させていただいたんですけど、やっぱりね一緒でしたね、ドラマとね。いやちょっとね感動しました。今日はですね、六本木クラスね、まあ7話8話、6話巡ったわけなんですけど、いかがでしたでしょうか。いやどうなるんですかね、これから楽しみですね。それでは。